皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて今年も竹城祭りが近づいてまいりました。北海道の名付け親として知られる松阪市出身の偉人松浦武四郎、今年はその武四郎の生誕200年、さらに北海道命名150年のメモリアルイヤーとあって特に盛り上がりを見せています。武四郎生誕200年記念事業のスタートとなるオープニングイベントを2月24日農業やコミュニティ文化センターで開催します。アイヌ文化を伝承する宇梶静江さんと長男で俳優の宇梶隆さんによるトークセッションなどを行います。そして2月25日は23回目を迎える竹城祭りです。アイヌ古式舞踊のステージや竹城の功績を描いた寸劇など今年も催し盛りだくさんです。松浦竹城誕生地もこの日からいよいよ一般公開されます。皆さん、この機会に松浦武四郎の生き方や武四郎が愛したアイヌ文化にぜひ触れてみてはいかがでしょうか。それでは今回のラインナップです。平成30年第1回の松阪市議会定例会が開会し、平成30年度予算案などの議案審議が始まりました。松阪市のスポーツ関係者が一堂に会する松阪スポーツ人の集いが開かれました。第70回関西茶品評会で農林水産大臣賞などを受賞した松阪市茶業組合の組合員が竹上市長に受賞の喜びを報告しました。ソフトボール国際親善試合の日本代表選手に選ばれた松江小学校6年生の高尾裕樹君が竹上市長のもとを訪れ大会への意気込みを語りました。松阪市社会福祉協議会から見て見て社協ですをお送りします。